民友海産山頂。1966年創業の民友シーフードレストランは、道端の海鮮料理屋店から創業者の丁新徳さんの作る美味しくて新鮮な海鮮料理で人気を得ていました。民友海産山頂はそうして新栄地域と周辺の町で評判を築いていきました。民友海産山頂の地道な努力は、創業当時の新鮮な素材、美味、公正な価格から新たな時代の到来に向けて経営理念を、新しいものを求める料理、親切なサービス、持続可能な経営としました。経営理念が変わろうとも、民友海産山頂はこれまでずっとお客様に最高品質の食を提供することにこだわっています。